Alright guys, yokoso, welcome to Bochiza Roku episode number 2. If you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon, the link will be down in the description. And let's head to the anime. Oh, she has swimsuit. Call the buff. Okay. See you tomorrow. Mata ashita. Kimo Nijika-chan kara kongo no bando katsudou nitsuite minna de hanashiyou. Ashita starry shugou ne. こんな芋娘が入ったら、なんでこいつ的な目で見られるだろうし。It's not that hard. Come on. Even I can do that. 5分。あと5分経ったら絶対入ろう。15分。15分経ったら絶対。何してるんだろう。待って。もうちょっと見てたい。あ。はい。ということで第1回結束バンドメンバーミーティング開催します。拍手。パチ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 。それじゃあ思えば全然仲良くないから何話せばいいかわかんないや。身も蓋もない。いいね。バンジージャンピング混ざってるけど、ほい、何が出るかな、何が出るかな。学校の話、略してガコバナ。はい、どうぞ。へー、あれ、ぼちちゃん収穫校でしょ。家ここら辺じゃないの。あ、いや、県外で片道2時間です。おお、なんで。ここは誰も自分の過去を知らないところに行きたくて。はい、学校の終了。 OK. Damn. ここでも気持ち悪いな。 Why is this getting way more relatable? できなくて。大丈夫大丈夫、りょうもね、そんな友達いないし。りょうさんは私と同類なんだ。休みの日は一人で入ってたりしたり。Loneliness, hell, nah. 違う。涼さんは一人でいるのが好きな人だ。コムショウは一人で服屋入れないし、ボッチと一人好きの間には決して埋めることのできない深く大きな溝が。次は好きな音楽の話。略して音バナ。オトバナ。I don't know these genres. Sorry, guys. そこ嘘つかない。本当だもん。ポチちゃんは？あ、その青春コンプレックスを刺激する。What is 青春コンプレックス？ん？青春コンプレックス？説明しよう。Okay. 夏とか青い海、花火、淡い恋といった一人の学校生活には無縁のワードが多用されて、キラキラにコーティングされた爽やかな歌のことである。そういう歌詞聞くとうつうつとしてくる。逆に青春時代のちっちゃい歌詞に叩きつけているバンドは大好物だよね。 Oh. Yeah, that makes sense. 好きなバンドが学生時代から人気者なんて知ったら急に遠い存在に思えちゃったりして。みんな結束してよ。結束バンドだけに。初ライブはインストだったけど、次はボーカル入れたいんだ。本当は逃げたギターの子が歌う。Yeah, I highly doubt that. Oh, damn. I forgot her name. Hitori? Yeah, I highly doubt that Hitori will be singing. There's no way that she's gonna sing, right? あの子どこ行ったんだろう。 Maybe at the end of the season? 私と同じコミュ障だったのかな。いや、違う。真のコミュ障は逃げることもできない。あの、りょうさんをフロントマンまでしたら私のワンマンになってバンドを潰してしまう。その湧き出る自信は何。羨ましい。その自信分けてほしい。そうだ、ボーカル見つけたら曲も作ろうよ。りょう作曲できるし、歌詞にキンクが多いならぼっちちゃんが書けばいいよ。ニジカは何するの。お、いや、えい。次はノルマの話。ノルマというのは、昨日出たライブはブッキングライブっていうんだけど、
バンド側にはライブハウス側から集客を保証するためのチケットノルマが課せられていて、ノルマ10枚ノルマ以上売れた分はライブハウスとバンド側で分け合うんだけど、ノルマ分集客できない場合、その分自腹で払わないといけないんだ。Yeah, you can just tell your friends to come, but you have to have friends, right? That's the problem. Yeah. Why? Imaginary friend, there are so many. One person, perfect. Human being, ha ha. Fight! Today, one voice.絶対嫌だ。働きたくない、怖い。社会が怖い。お母さんが私の結婚費用に貯めて。 No! Don't use your savings for this! 私たちを鬼にする気？大事に使わせて。いただかない、いただかない。そんな大事なお金使えないから。Damn! いらっしゃいませ。絶対こうなって。こうなって。お客様に不快感を与えたでしょうで、死刑を求刑する。それでは判決、死刑。こうなるに決まってる。ぼっちもここでバイトする。ここで。Oh, they can work there. 私もリョウもいるから怖くないよ。アットホームで和気あいあいとした職場です。ドリンクスタッフとか働きたくない。Yeah, she's being pressured. Hi. それとバンドの経費は私が管理するね。りょうさんに預けた方がいいんじゃ。どういう意味じゃ。お金持ちでお小遣いたくさんもらってるけど、楽器につぎ込むから常に金欠だよ。どこが褒め言葉に聞こえた？で。そのバイト初日が明日に迫っていると。 But why is she taking a... 使ってるし、絶対に風邪ひいたよね。すみません、すみません。 Oh my god, she's trying to catch a cold. Damn, I have actually done that too. I went to cold shower and went on my balcony when it was winter, just so I wouldn't have to go to school the next day.So, yeah, I definitely feel her. Okaza! Onee-chan, sizzle de ru! Ohayo!今日はバイト初日だね。不安だろうけどちゃんとフォローするから一緒に頑張ろう。あ、バイトをパックれようとしている私にこんな温かい言葉を。自分がいかに愚かなことをしていたか気づきました。気づかせてくれて、私を真っ当な人間にしてくれて本当にありがとうございます。何の話。ぼっち頑張れ、ぼっち頑張れ、頑張れ、頑張れ、ぼっち頑張れ。チケットの販売は5時からですよ。いた。落ち着いて。落ち着いて。落ち着いて。そっちが落ち着け。新しいバイトの子か。なら最初からそう言いなよ。すみません。私ここの店長だから。 Oh, she's the manager. よろしくお願いします。っていうか、ダンボールに入ってライブしたギターの子じゃん。 How does he know? マンゴー仮面。新しいあだ名、店長さん好き？マンゴー仮面です。そんな名前じゃないでしょ。 Oh, sister. So that's why they look alike. ほら、スターリー来るときに私のお姉ちゃんがそこの店長に行ってて、店の上のマンションに私ら家族が住んでて。心臓バクバクで聞いてなかった。まずはテーブルから片そうか。それ終わったら拭き掃除を。って、あれ、ぼっちちゃんは？Under the table. すみません、暗くて狭いところで一息つく。一息つくの早っ。
じゃあぼっちちゃんはこっちでドリンク覚えよっか。ビールはこのサーバーね。カクテルは後ろの棚に。 Are they allowed to pour beer and alcohol when are they are in high school, right? So they should be... Wait, can they pour alcohol when they are 15? And the next question is, how old are they actually?にして体に覚え込ませるしかない。どこから出した？怖い怖い。楽しそうですね。応募してくれるのは嬉しいけど、板を置こうか。あれ、前のライブは下手くそだと思ったけど、この演奏の感じどっかで。ギターヒーロー。なんで私？ドリンクスタッフは注文されたドリンク注いで渡すだけだから。チケット代金と別に500円払うと思う。 Wait, I still have on my mind if can you pour alcohol in Japan? You can drink alcohol when you're 20 in Japan, but I don't know about being at the bar at 15 years old pouring alcohol. 実はライブハウスは一応飲食店扱いなんだよ。よくわかんないけど、ライブできる場所ってだけで営業許可取るのってすごく難しいんだって。なるほど、mm-hmm. いつの間にかハードルの高い飲食店バイトデビューまで果たしていたとは。私成長してる。あ、いつの間にかお客さん入ってきたね。ぼっちちゃん、今から忙しくなるよ。いきなり接客開始。いや、ちょ、待って待って。終了した。すみません、コーラください。私、ジンジャーエール。あ、はい。 Well, at least she's doing her job, I guess. ぼっちちゃん、見て見て。どうも、アレキサンディズムです。アレキサンディズム結構いいんだよね。すみません、戦力にならないどころかお客さんと目も合わせられなくて。これ使う？マンゴーじゃない。使わない使わない。大丈夫、今日は初日なんだしすぐ慣れるって。 Yeah, I had a hard time watching people's eyes too. このライブハウスが好きなの。だからライブハウスのスタッフさんがお客さんと関わるのってここと受付くらいだし、いい箱だったって思ってもらいたいって気持ちがいつもあって。そんな場所でどうやったの接客。私ぼっちちゃんにもいい箱だったって思ってほしいんだ。yeah. 楽しくバイトして楽しくバンドしたいの、一緒に。Damn, nice voice. 会場が一体になって、それに比べて私のライブはお客さんは2000円も払って見に来てる。すみません、オレンジジュース。はい。笑顔でお客さんの目を見て接客。 Come on, you can do it. 笑顔でお客さんの目を見て接客。どうぞ。ぼっちちゃん、目ありがとう。頑張りました。ぼっちちゃんのおかげできっと今日のライブがもっと楽しい思い出になったよ。ぼっちちゃんも一歩前進だね。一歩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 くらい進んだつもりだったんだけど。ぼっちちゃん、はい、またね。はい、また明日。また明日。終わった。明日も頑張るぞ。She got a cold. No way. 頑張ってたね。そうだね。それにまた明日って言ってくれたね。ひどい熱。パパ、こっちから作ってきて。病院に連れてくか。今頃熱が。ぼっちちゃんも協力してくれてることだし、
あとは新しいボーカルを見つけるだけだ。 So I guess it's gonna be the red hair. Yeah, from the opening. Thank you guys for watching Bocchi de Rock or Bocchi za Roku episode 2. If you like this reaction, then press the like button and subscribe to my channel. If you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon. The link will be down in the description. And see you guys next episode. Mata ne!